皆さん、こんにちは。アキラの世界を元気にするスピリチュアルトークのお時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ、今日はですね、ソウルメイトと巡り合う出会いの法則ということでお話ししたいと思います。この動画を見ていただくとですね、ソウルメイトと出会うっていうのにはですね、やっぱりこの人生にとって意味があるわけです。その意味はどんなことがあるのかって皆さん知りたいでしょう。そういうことをお話しするので、最後まで見ていただくといいと思います。そして、スピリチュアルとかそういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。さあ、ソウルメイトってよく言いますけどもね、ソウルメイトってどういう人かっていうと、こう前世であって、そしてまた今世で会ってるっていう、まあそういう意味のある人たちなんですね。はい。で、その前世で会ってまた今世で会うっていうのはすごく意味があるわけです。まあ僕らね、人生をこう生まれてくる前にですね、やっぱりいろんなことを決めてくるわけです。この人と会ってこういうことをしようとかね、こういう人生を歩もうというのを決めるわけですけども、まあそこをそういうこうプランを立ててくるときにですね、あ、この人ともう一回会おうって言って会うっていうことはですね、すごくそこに意味があったりするわけなんですね。はい。まあどんな人がソウルメイトかっていうと、例えばですね、こう初めて会うのに出会ったときに、あ、すごくなんか気が合うなとか、なんかよく言いますよね、なんかどっかで会ったことあるなって、でも会ったことないっていうような人、やっぱそういう人っていうのはですね、前世で会ってたりするわけなんですね。それとか、まあ家族のようにですね、人生の中でやっぱり長く深く関わる人っているじゃないですか。まあそういう人っていうのもやっぱり前世からの関わりっていうのが長いわけなんですね。はい。あの意味があるわけなんですね。だからソウルメイトっていうことになるわけなんです。で、このソウルメイトに会うっていうのはそれだけね、すごく意味があって、こう仕組まれてこう会ってるわけですから、まあそこの意味っていうんですか、なんでこの人と今会ってんだろう、そこには何が、どんな学びがあるんだろう、どんな気づきがあるんだろうということをすごく考えるっていうことが人生の中で大切になってくるわけなんですね。はい。ということですね、ソウルメイトと巡り合うというのはその意味があります。その意味、出会いの法則はどんなものがあるのかっていうことを3つご紹介していきたいなと思います。まず1つ目ですね、やり残したことがあるってことですね。まあ、これはですね、どういうことかっていうと、まあ、こういう前世で会ってましたよね。で、そこでですね、やっぱりなんかこう課題として持ってたわけですよ。まあね、親として子供としてこういうことを乗り越えようねとか、こういうことを経験しようねって決めたことをね、まあ、あの経験できなかったり、またそのトラブルをですね、お互いにバーって乗り越えないで、そのまま何もできなかった、失敗で終わったってみたいな感じの前世ってあるわけでしょ。まあそうすると、あ、また今世で出会ってですね、あのその問題を解決しようっていう感じで来るわけです。はい。だけどそういう風に出会うっていうことが多いので、まあちょっと課題を持つ人っていうのは、特に家族にやっぱりなることが多いですね。やっぱり家族っていうのはすごく意味があるわけですよ。ね、なんとなくこうみんな出会ってるような感じがしますけども、やっぱそこにこう、大きな課題を持って生きてくるわけなんですね。だから、その家族との問題っていうのは自分にとってすごく大切なことであって、なんかこう、そういう問題が起こった時に、なんとなくこう、ね、大きい問題だったりすると逃げがちになるじゃないですか。それとか見て見ぬふりをしてしまうわけですけども、まあ、そういう、例えばね、まあ、家族との問題であったら、その家族とこう一緒に何か問題を解決するっていうよりかは、自分の中でその問題をちゃんと見つめてですね、向き合うっていうことがすごく大切になってくるっていうことなんですね。はい。ですから、まあ、家族としてみたいな感じでですね、まあ、やり残したことを今世でやりましょう、ちゃんと解決しましょうっていう感じで出会うことがあるってことですね。はい。そして二つ目はですね、心の友として応援しに来てくれてるってことです。はい。まあ、こういうね、特に友達として多いんですけども、会ってね、すぐなんか知らないけども、友達になる、なんか知らないけど、仲いいなとか長く続いてるなんていう人っているじゃないですか。はい。まあ、こういう人っていうのはですね、心の友って僕は呼んでるんですけども、まあ、この、やっぱりその応援しに来てくれてる、なんか一緒に頑張ろうねっていうような感じで、あの、生まれてきて会ってる人っているんですね。まあ、こういう心の友になる人っていうのはですね、やっぱり普段から、こう、お互いにね、応援し合う、頑張ろうねとか、頑張ってねっていう感じになったりですね。あとはまた、こう、お互い高め合うっていうんですか、あ、あの人頑張ってるから俺も頑張ろうとか、あ、こういうふうにやるといいよみたいな感じで、こう、教え合ったりとかっていうことがある。まあ、こういうね、心の友っていうのは、別にね、1対1っていうことももちろんありますし、なんかグループでこうあったりすることもあるんですね。よくあるじゃないですか。なんかこうグループになって、みんなでね、仲良くして、なんかこう、3ヶ月に1回ぐらい飲み会してるとかね。なん
めしないけど続いてるねみたいなっていうのはですね、この心の友としてですね、まあお互いに応援し合おうねって言って決めてくる感じで会ってる人っていうのが多いわけなんですね。だからこのようにですね、心の友っていうのはこう助け合ったりまた応援し合ったりしに来てるわけです。だから自分がこうなんか助けが必要な時とか困った時なんかはですね、そういう人にお話しするっていうことをすれば、その自分の中の問題解決につながったり、またはそこで必要な、こう、自分の強さっていうんですかね、まあまあ問題を解決する糸口みたいなのを見つけるっていうことができるわけです。はい。まあこのようにですね、まあ、ソウルメイトとしてやってくる人っていうのはですね、あ、お互い応援し合おうねって言ってやってくることもあるっていうことですね。はい。そして三つ目ですね、愛を教えてくれるっていうことです。まあこれはね、すごくこう、大きな、ことだと思いますけども、まあ、こういう愛を教えてくれるっていうのは、やっぱり恋愛で出会うとか、または家族で出会うということが大きいことなんですね。まあ、恋愛っていうのもですね、やっぱりとても意味があるわけなんです。なんかこう、結婚して、例えば離婚してしまうとね、なんで出会ったんだろうとか思ったりすることもあるし、またはこう、ね、1ヶ月で付き合ったけど別れちゃったっていうと、なんだったんだろう、あの人と思うことってあるじゃないですか。でもやっぱりそういうこともすごく人生の中では意味があるわけなんですね。はい。ですから、そういう、こう、うまくいってもですね、いかなくても、恋愛っていうのは、すごくそこに意味があるので、あ、こういうこと学んだんだな、とか、こういうことを自分変えられたな、とかっていうようなね、その、自分にとってどういう意味があったんだろうっていうのをちゃんと考えることが必要になってくるっていうことです。まあ、中にはですね、こういう人いません。なんかこう、付き合ったけど別れて、で、また付き合って別れて、何やってんのって言って、ずっとこれを繰り返してる人っているじゃないですか。僕もそういう人にね、よく相談されるんですけど、まあそういう人にはね、あ、腐れ縁ですねって言ってよく言ってるんですけどもね。でも、そういう人もすごく意味があるわけなんです。で、こういうことが起こるのはどうしてなのと思うとですね、まあ基本的には、そこにお互いが学ぶ愛があるわけなんですね。でもその愛を、こう、なんていうんですかね、こう、ちゃんと理解できるまで、または、あ、こういう愛もありなんだっていうことが気づくまでに必要な行為だったりするんですね。だから、こう、長くですね、くっついたり離れたり、くっついたり離れたりっていうことがあるわけなんですね。はい。ですから、まあ、こういう人たちはですね、なんか、あ、この二人にとって必要な愛は何なんだろう。で、そのね、こういう長く付き合ったりして、離れたり、付き合ったり、離れたりする人っていうのは、結構ね、一ヶ月で付き合って別れちゃったとか、そういうね、人よりももっともっと深い愛をこう、見てくる。なんか家族愛に近いような愛をやっぱり探しに来てたり、見つけに来てたりするわけなんですね。はい。ですから、こう、なんか、ちょっとこう、好き嫌いとかっていう、そういう問題だけではなくて、ちょっと家族のような深い愛っていうのがここにあるんだろうなっていうのをこう考えながら、自分はなんでこの人と一緒にいるんだろうっていうのを考えるといいかもしれないですね。はい。そして、もちろん、愛を教えてくれるのは家族です。まあ、この家族で生まれてくるっていうのは、すごく本当はね、意味があるわけなんですね。まあね、うまく、こう、仲のいい家族もいれば、やっぱりね、なんでこんな親を選んできちゃったんだろうというようなね、そういう愛もあります。まあ、でも、この家族が教えてくれてる愛っていうのは、実はですね、恋愛とはまたちょっと違って、やっぱり人生の大きなテーマとして、持っている愛っていうのを教えに来てくれたりするわけなんですね。はい。まあ、この、だからその人生の中にすごく大きな自分にとってのテーマとして、こう、関わってくる愛がそこにあるわけなんです。はい。ですから、まあ、もう、なんていうのかな、無償の愛みたいなね。なんかこう、なんかこういう親、嫌な感じのことを親にされたんだけども、それでも子供って親のことを愛したりするじゃないですか。でもそれだからこそ、こう、傷ついたりして、それがこう、自分の人生に大きく影響してきたりするっていうようなことがありますよね。まあ、こういうですね、まあ、家族からもらう愛は、まあ、いいものもあればね、こう、悪い、傷つけて自分を傷つけるっていうようなこう愛も出てきます。でもそれですらもやっぱりすごく自分の人生にとって大きな影響を与える大きな愛であったりするので、これをですね、自分の中でちゃんと受け止めるということが必要になってくるわけです。で、もし、その、自分の親からね、その、いいと思える、自分が欲しかった愛がもらえなかったとしたら、じゃあそれをね、どうやって、こう、自分を変えていくか、まあもちろん親を、認める。
というか、親をそれでも愛すということなり、または自分がその子、あの子、家族を作ったりとかね、まあ友達の間でもいいんですけども、それによく似たような愛をこう自分で作っていくっていうようなことも必要になってくるということです。はい。ですから、まあちょっと恋愛とですね、家族っていうのはちょっと意味が違うわけなんですね。家族っていうのはやっぱりもっと大きい人生のテーマみたいなのを教えてくれるので、はい。家族とのね、トラブルを持っている人っていうのもすごく多いですし、まあトラウマとして持ってしまっている人もいるけど、ちゃんともう見て、人生をこう良くしていく、切り開いていくってことが必要になってくるってことですね。はい。このように、この番組ではスピリチュアルとか家のこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をしていただき、アキラの部屋のメンバーになってください。はい。そして、LINE のね、公式アカウントやってます。下の方に書いてますので、よかったらぜひお友達になってください。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ラブ注入届いたかな。それではまたお会いしましょう。さよなら。